はい、皆さんこんにちは、ワダルユリビジです。では今回はパワープロ2020A 館内納金縛りプレー続けていきたいと思います。投手は球速アップ、野手はパワーアップのみの練習で甲子園制覇を目指していきましょう。で、ですね、ダルビッシュが入ってきてくれて、秋季大会勝ち抜いて春の選抜甲子園大会出場しました。で、準決勝で、敗退したということで、ダルビッシュがね、まあ、その辺に要するに見せつけてくれたというところになります。今回は夏の甲子園大会予選からダルビッシュ無双をお見せできればいいかなというふうに思っています。では早速ダルビッシュの夏の甲子園大会予選1回戦目、ご覧いただきたいと思います。1回戦目の相手ですが、総合戦力 D 鴨川高校ですね。で、我々の方のスターティングラインナップもご紹介したいと思います。まず1番加藤くんですね、パワーが4 パワーが84です。プルヒッターです。2番聖沢を持ってきました。走力がね、72と上がってきていて、盗塁 A なので、まあ、盗塁もね、できる、打てる、走れる2番打者と。そして3番青田くんはパワー100、4番塩谷くんパワー100、5番小板橋くん威圧感持ち、パワー92です。2年生6番前川くんパワー B、固め打ちとさよなら男持ちですね。町田くんはパワー比持ち、そして林くんはパワー100、ダルビッシュは球速165キロまで来てます。まだね、負け運が消せてないんですが、負け運とクイック G を消していきたいと思います。では今回ね、張り切りボール2番の聖沢です。聖沢もね、もっともっと打率、ホームラン上がってきてもいいかなと思うんですけどね。聖沢はうまくすれば魔物が発動できるという選手にはなっています。さあ、ダルビッシュですが、ここまで0点できていますね。まあ、ただ2アウトながらランナー2塁という6回の表になります。奪三振のダルビッシュなんでね、三振でアウトが計算できるというのも大きいですね。まあ、脳筋プレーなんで、パワー肩の選手が多いんですけど、そんな中でもね、総合戦力 D の高校相手にあんまり打てている感じがしないですね。ダルビッシュは早めに変えます。まだ先は長いので、ここは3年生リリーバーにスイッチしていきましょう。まあ、3点という点差がね、まあ、どう見るかというのはあるんですけど、まあ、できれば5点6点と点差があった方が安心はできますよね。今日は塩谷君は3打数3安打ですね。これは入ったかな。今日4安打目はツーランホームラン。さあ、これはパワー日持ちの林くんの当たりはさよならスリーランホームラン。コールド勝ちです。1回戦目はなんだかんだで最後打ってくれましたね。8対0と林くんが今日2本ホームラン。塩谷くんもね、今日4打数4安打の活躍でしたね。では2回戦目になります。総合戦力 A 勝浦高校、これは苦戦しそうだな。ダルビッシュがテンションが少し落ちてるんですよね。これは先行逃げ切りを狙っていきましょう。聖沢は今回も魔物は発動していなそうですね。さあ、ダルビッシュが3点打たれています。ここはなんとか点を取り返していこうという話をしているところで、聖沢のツーランホームラン。ここは一気呵成に逆転を狙っていきましょう。スクイズ、あー、これはゲッツー、痛すぎるゲッツーだ。よし、小板橋くん、さっきのチャンスではね、スクイズ失敗しましたが、ここは勝ち越しタイムリーを打ってくれています。畳みかけたいですよね。この犬飼君ってね、防御率が1点台っていうね、かなり強い選手なんですよね。なのでそんなに多くチャンスは来ないと思うので、こういう点が取れそうなチャンスが来た時に1点でも
多くもぎ取っておきたい。ランナー2人を置いて迎えるバッターは林。林くんはパーヒ持ち。2エンド2からボールを選んでフルカウント。いや、ダルビッシュがここ変えるか、それともダルビッシュ続投させるか。ダルビッシュは続投だな。お、しかもタイムリーだ。打率1割台のダルビッシュが自らタイムリーヒット。さあ、ダルビッシュなんですが、励ますを使ってあるので、この回までは投げてもらいたいと思います。2エンド2から打ち上げさせて、こういった橋が落下点、これで3アウト。ダルはここで交代させます。3年生のリリーバーが控えてますからね。ここは勝負どころと見て盛り上げも使っていきましょう。フライを打ってくれると本当にね、楽ですよね。アウトカウントが一つ確実に稼げる。転がすとね、エラーとかのリスクが2回3回と出てきますからね。古木君がフォアボールを出してスコアリングポジションに進めてしまった場面。ここは連続フォアボール。コントロールを上げましょう。まあ言ってもね、ストレート直球以外は全然鍛えてないので、コントロールが悪い、あ、そう言われてもしょうがないといえばしょうがないんですよね。犬飼君は打てるエースピッチャーなんだな。さあ9回の裏、ノーアウトランナー2塁1塁のピンチになっています。ホームラン24本打ってる西内君か。サヨナラスリーランとかやめてほしいけど、これはタイムリーツーベースになるぞ。一塁ランナーも三塁まで進む。同点のランナーが三塁、サヨナラのランナーが一塁にいるというところですね。ここは投手を変えるか。170キロ投げる堀口君に変えます。三振が欲しいが、ここでタイムリーになる。同点タイムリーを浴びてしまいましたね。ここはしのぎたいな。なあ、これはサヨナラだ。やられた。いや、これが総合戦力 A か。やられましたね。いや、残念だけどしょうがない。ここはね、ダルビッシュ最後の夏にかけましょう。では秋季大会をプレイしていきましょう。まあ、残念ながらね、夏の甲子園大会予選2回戦目総合戦力 A 相手に敗退してしまいましたが、ここはね、まあ気持ちを切り替えて春の選抜連続出場を目指していきましょう。ダルビッシュはね、春の選抜では準決勝まで進んでますからね。1回戦目の相手は総合戦力 C 木更津高校です。ワンアウトランナー2塁1塁で7番武藤君。武藤君はね、チャンス持ってるんですが、これはゲッツーコースかな。まあ、ダルビッシュがどこまで0点でいってくれるかっていうのと、まあ、我々がいつ点取れるかっていうところですかね。まあ、加藤君もね、パワーがもうすぐ S になる。パワーが今89だったと思います。これは落ちる。小技ができないんですよね。バントとか技術力が全くないチームになってるんですが、森脇君はその中でもスクイズができる数少ないピッチャー。うん、数少ない野手ですね。町田君は、阿部比、パワー比持ちの4番打者ですが、ここはサードゴロ。今日これで加藤君3安打猛打賞。かつセンターがボールをトンネルしゃれている間に2塁まで進んでいます。で、今日スクイズを決めてくれている森脇君、これはボテボテの当たりですね。森脇君正直力は落ちるので、もうちょっとね、打てる打者がいてくれると打線に厚みが一気に増すんですけどね。さあ、ダルビッシュです。
これはボテボテの当たり。アウト。これで2アウト。ダルビッシュなんでね、ある程度安心して見ていられる、大量失点っていうケースはほとんどないんですけど、味方の打線がやっぱり少しね、前世紀に比べるとだいぶ落ちているので、ここを、まあ、どういうふうに点を取っていくかというのはね、課題になるかなと思ってます。さあダルビッシュですね、ピンチになっています。9回の裏、1対0とその差わずかに1点、2アウト満塁、ワンヒットでさよならという場面ですが、ここは浦田が取ってくれた。これで1回戦目突破ですね。まあ、県大会2試合、地区大会2試合突破すれば春の選抜出場できるので、夏の甲子園に比べるとね、出場するための難易度というのは低いので、ここは確実に勝ってで、ね、甲子園出場というものを達成していきたいと思います。夏の甲子園大会予選はね、それこそその、まあ、残念ながら、負けてしまいましたけど、ダルビッシュはというと無双級の働きしましたからね、この秋季大会も含めてダルビッシュしっかりと成長してくれているなっていう感じがします。でお話をしている間に点が入っていますが、相手は総合戦力 E 船橋高校。前川君、今回張り切りボーイにしてあるんですけど、前川君はね、うまくすれば魔物を発動できる選手です。まあ、船橋高校、実在の船橋高校はね、進学校なんで、まあ、野球とかスポーツは弱いですけどね、市船はね、市立船橋高校は逆にスポーツが強いですけど、県船は、まあ、進学校にありがちなパターンですけど、まあ、スポーツ系は弱いですね。今戦っている船橋高校はおそらく県船ですね。はい、ダルビッシュが完封勝利しています。ダルビッシュの負け運は消してあって、クイック G もね、消してあります。まあ、ダルビッシュがいよいよ本格化してきたという中、2試合連続完封勝利、これで地区大会の方に駒を進めていきましょう。はい、では地区大会の方に駒を進めています。相模第一高校、神奈川県代表で総合戦力 C、 今回の張り切りボーイは前川くんですね。魔物を発動してくれていますが、まずはね、魔物は温存します。ダルビッシュが今回もね、好調を維持してくれているので、まあ、うまくすれば魔物を使わずに勝てるんじゃないかなというふうに踏んでいます。さあ、ダルビッシュピンチになっています。ツーアウトながら6回の表、ランナーが三塁一塁というところですね。これは打ち取った当たり。うわー、やらかした。大丈夫だね。ドキッとしちゃいますね。さあ、町田くんのところですが、ここお祭り男を発動して点を取りに行きましょう。ボテボテの当たり。これは一塁がアウト。前川くんのところで、まあ、魔物はまだ温存しましょう。この後もう一回山場が来そうな感じがしますからね。8回の裏。0対0。痺れる場面が続いてるな。こういった場所の当たりは、これはサードライナーですね。さあ、9回の裏です。町田くん。町田くんが出てくれるとね、一気に、魔物が使えるこの後の、町田くんというところなんですけどね。今のはいいプレーだったな。相手ながら。ここは魔物をもう使いましょう。ミート対応にして転がしていきます。できればね、流し打ちで、やってくれるといいんだけどな。まずはこれがヒットになるんだね。まあ、エラーでもいいかなっていう、まあ、そういう当たりでしたけどね。くせ者を使って送りバント決めましょう。さあ、これで二塁一塁。7番松井くん。松井くんはここまでノーヒットか。ちょっとここは奮起してほしいな。これでさよならですね。まあ、ちょっとしょうもない勝ち方ですが、ご容赦いただきたいと思います。まあ、ダルビッシュはここまで秋季大会無失点ですからね。4連続完封も見えてきたな。
では地区大会決勝戦ですね。総合戦力 C の栃木県の栃木高校です。ダルビッシュは引き続き好調を維持してくれています。今回もね、前川君張り切るボーイにしてあるんですが、前川君今回は魔物発動していませんね。で、魔物が発動できるのがね、唯一この前川君だけです、今回のこのチームは。なのでもう魔物を発動していない前川君、この時点で魔物の効果はね期待できないので、もうガチンコで勝ちに行くしかないかなと。さあダルビッシュです。5回の表、ツーアウトランナー三塁一塁のピンチですが、ここは打ち取ってスリーアウト。ダルビッシュ4連続完封が見えてきましたね。さあ8回の裏、ツーアウトランナー二塁なんですけど、ダルビッシュはねこれ4連続完封目指してもらいたいので、このまま打席に入ってもらいましょう。これでダルビッシュ4連続完封に挑みます。最終回になりますからね、ここは、まずは上げます。スタミナを上げて、スタミナがねまだ C なんですよね。まだ C っていうか、まあ、上がる予定もあまりないんですけど、ダルビッシュももちろん、脳筋プレーの対象になっているので、球速アップしかできないという関係上ですね、この後すごくスタミナが上がるっていうこともないと思うんですけど、ここはね励ますを使って、スタミナ不足を補いましょう。これでツーアウト。さあ最後の一人、これでダルビッシュが4連続完封、そして春の選抜高校出場を決めた瞬間です。夏の甲子園大会はね残念でしたけど、まあ、横綱相撲というかね、強豪校らしい戦い方ができた秋季大会、これは選抜高校が楽しみですね。